兄貴。ああ、どこの？すぐ。どこ？そ、ニューヨークです。そりゃ、夜遅くに悪いな。堂島組の桐生だ。いや、まさか桐生さんが直々に。用件は昨日うちの若いのが伝えたはずだ。明日まで待ってください。お願いします。夜逃げの準備しながら言われても説得力がねえな。それにできない。もう勘弁してください。兄貴、回収しました。約束の額だ。悪く思うな。兄貴、でも風間のおやすさんも言って、まだ決まったわけ。はい、今日は裏口からしか入れないみたいですよ。分かってる。俺、半分の1億円は。ああ、thank you.
何やってんおら。ああお前どこの組のもんや。すまん。すまんで済むかボケ。何もや、お前見とったで、キリュウちゃん。あ、兄貴、キリュウって、あのそや、堂島の竜キリュウ、カズマちゃんや。お久しぶりです、マジマの兄さん。よせよせ、お前、組立ち上げるって話やないかい。そうや、そこの店やったな。お前の馴染みがいるっちゅうのはえらいええ女らしいの。みんな言うとるで、一度あんな女こましてみたいってね。それよりこの方どないしようか。すんません、まさかキリュウさんと。いや、いいんだ。甘いなキリュウちゃん、甘い。あと少し。もう。はい。相変わらず静かだな。あなたたちがいちゃ怖くて飲めないでしょ、普通のお客さん。だから今日は貸し切り。レーナ、ユミは今買い出しに行ってるの。どうせまた腹減ったとか言い出すんでしょ。違いね。ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。ごめんごめん、最近よく来てくれるお客さんなの。いつものでいい？おう。
ダメだ。もうしょうがないわね。あれってフランスの有名なブランドの、この前ユミちゃんと一緒に、ほうね、そうだな。いらっしゃいませ。ああ、その…ああ…ほう…今、非常に人気でして。よし、これ…かしこまりました。あ、ああ…それでしたら…それじゃあ…はい。ありがとうございました。おっと、ごめんよ。あ、あの、もしかして、ええ、あのスリ氏は隠れ、そう、ね、さっきそこの路地から天海地通りの裏路地へ走っていくのは見えたのですが、なるほど、もしも、わかった。おい、お盗んバレたか。
おい、ちょっと待て。逃げ。あ、財布がない。お、ま、それが何、ちょっと前に、ふざけるな、その言いに何だと、当たってればいいんですがね。